スキャンダル報道以前から不安の声四代目市川猿之助をめぐる前代未聞の事件はいまだ収束の気配を見せない5月18日に自宅から救急搬送された猿之助は一命を取り留めたが母親の木野斗忍子木野斗忍子さんは自宅で死亡が確認され 父親の4代目市川段四郎、木下之さんは搬送先の病院で息を引き取っているこの一件の引き金になったとされるのが、同日に発売された「女性セブン」の記事、歌舞伎激震の性被害市川猿之助コロナ拡散濃厚セクハラである記事は猿之助による性加害やハラスメント疑惑を報じていた。 その真偽について取り沙汰される中、澤瀉屋の事情を知る離縁関係者はこう探索するのだ。正直に申し上げて、女性セブンの記事はかなり内容を弱めているように思いましたよ。記事が完全に嘘であれば彼も反論したでしょう。でも、ある意味で認めざるを得ない内容だったからこそ、パニックになってしまったのではないか。 今回の報道以前から、周囲はこうした話が表に出ないか心配していたのです。戸様、の役者を徴用歌舞伎界の名門、おもだかやを揺るがす事態へと発展した今回の一件。その、前兆、は、円之助が四代目を襲名した2012年頃からくすぶり始めていたようだ。 彼は四代目猿之助を襲名して権力を握ったわけですがそんな時こそ自身の振る舞いに気をつけなければいけなかった三代目現在の二代目市川猿翁は自分の弟子にかなり厳しくて物言いも激しかったのですが芝居になると身内の役者に良いポジションを与えていたただ現在の猿之助はそうではなくお気に入りの「戸様、の役者を次々に使ってしまう 歌舞伎を知っている人間からすると、それこそ、そ多国籍軍、なんです。その煽りを食っていたのがきちんと芝居のできる一門のベテラン役者外様を重用する一方身内の精鋭部隊は気に入らなければ切ってしまうとなれば当然ながら圧力が生じるわけです。 実際、いつ1期が起きてもおかしくない状況が続いていたと感じますそうした一問の不協和音が今回のスキャンダル報道につながった可能性は否定できないという2人が親密な関係だったのは周知の事実、さらにこの関係者が続けるには。 彼は慶応大学を出て勉強はできるのだけど、社会性については少し欠落している部分があったのではないか。本人は、弟子や関係者にひどいことをしているという自覚はなかったのかもしれません。ただ、周囲に自身の言動を諭されたら、逆らった、と思って排除してしまう。そこに、おごり、があったと言われても仕方がないでしょう。 要するに彼には「軍師」がいないんですよ歌舞伎という特殊な世界を理解してマネジメントしてくれる存在が付き人やマネージャーがいてもやはり長続きしないだから今回のような事態に直面した時に相談する相手がいなかったそうした中でも心を許していたのが遺書の宛名にあった俳優の M でした M は役者として猿之助が主催する舞台に立つ一方運転手をすることもあったという M は付き人というよりも猿之助のお気に入りですね自分のそばに置きたいということで運転手をさせていたのだと思います2人が親密な関係だったのは周知の事実それこそ人前でもお構いなく口喧嘩をしてしまうんだから 本来 M の立場であれば猿之助に口答えなど到底できませんからねそして追い詰められた猿之助が自身の思いそして遺産を託そうとしたのが M だった事件は知られざる歌舞伎界の人間模様まで浮き彫りにしている。